全国保健医団体連合会は、日本の各都道府県に設立されている保健医協会が加盟する全国組織である。2大目的として、開業医の医療、経営を守ること及び、社会保障としての国民医療を守ることを掲げ、運動している。会員には出版物等を通じ、診療所経営の支援や税務への助言などを行っている。 以下、歯科一体の運動を行っているのが特徴であるが、東京都、大阪府、京都府、福岡県の4都府県には、以下と歯科ごとの保健医協会が設立されている。また、勤務医を対象にした活動も行っているほか、休業保障などの共済事業も行っている。保健医協会は、医師、歯科医師が任意で加盟する団体である。各都道府県ごとに、 保健医協会が設立されており、全体で10万1405名の会業医が加入している。各保健医協会は全国保健医団体連合会に加盟している。医師会、司会、司会と異なり、行政からは主たる業界団体とみなされていないため、行政と連携した公衆衛生活動には関与しておらず、主に会員相互の互助や、医師会、 司会、司会、未入会者の個別指導、監査における助言などを行っている。なお、ドイツにも保険医協会と翻訳できるものが存在するが、これは広報上の社団法人で、疾病金庫から給付金を交付される機関であり、ドイツの保険医は自動的にこれに加盟しているのに対し、日本の保団連、保険医協会は任意団体であり、両者の性格は根本的に異なる。 また、日本とドイツでは、医療制度が大きく異なるので、日独それぞれの保健医協会は、相互に比較、対象できるものではない。第二次世界大戦前に健康保険法が制定される以前は、医療は自由診療であり、医療は一般の国民にとって遠慮いものであった。戦時中に健康保険法、国民健康保険法が相次いで成立し、医師は、 保健医になれば医療行為に対して保健者から診療報酬を受け取れることとなった。しかし、戦前から終戦直後にかけては健康保険の受診率は低かったため、開業医の立場は現在と比べても弱く、保健医になる医師も少なかった。また、終戦直後には急激なインフレや保健者による支払いの遅延、医療資材を闇で入手しなければならなかったことなどもあり、 患者だけでなく、開業医にとっても苦難の時代であった。その上、戦後間もなくから低医療費政策を採用した政府に、対し、解体、再編された日本医師会は妥協的であった。このような状況のもと、戦地や外地から引き上げた後に開業した医師らを中心に政府に有効な政策を要求すること及び保険医の地位を向上させることを目的とした。 保険医の団体が各地に設立され始めた。1948年に社会保険診療報酬支払い基金が設立されると診療報酬の支払い知恵に金、厚生省当局による診療報酬名最初の審査をめぐり各地の保険医団体がその不当性を訴えるなどした。このような中、大阪府保険医連盟、京都府保険医協会、 愛知県保健医協会、北海道保健医会が相次いで設立された。これらの保健医協会、保健医会が発端となり、各地に保健医協会が設立されていく。日本医師会の会長に竹見太郎が就任すると、彼の方針に反発する会業医たちが保健医協会に結集し始めた。1961年1月、日は 医療機器突破闘争総本部を設置し、保険移送自体の構えを持って、自民党首脳に対し診療報酬の引き上げを迫った。日井会長武見及び、日会長河村と自民党政調会長、田中角栄、厚生大臣、奈田尾博吉との間に妥協が成立し、わずかな引き上げに終わった。これに不満を持った、開業医が様々な保険医団体を結成し、 また保険医協会に加入した。これらの諸所の保険医団体、保険医協会、保険医会の横の連絡を持つための組織として、同年10月に関西保険医団体連絡会が結成され、これが1962年の全国保険医団体連絡会へと発展した。連絡会は各保険医協会、保険医会が持ち回りで連絡会や 責任委員会を開催するという緩やかな組織形態であったが、1967年の憲法特例法組織運動を契機に全国の運動を束ねる中央組織が必要であるという機運が高まり、1969年1月26日に東京、神奈川、愛知、京都、大阪、福岡の1都2府3県の6協会、個人会員合わせて1116名で、 全国保健医団体連合会が結成された。ありがとうございます。